ミューージックステーション基本的には歌以外は全部カラオケなんでギターとかはあの松本さんとかはまあ最初の頃からカラオケできたけどもえ今日のクソジ GG ジチャンネルはミュージックステーションテレビ朝日の音楽番組のミュージックステーションでまあ僕が一緒に出させていただいた時の楽屋の話とかをちょっとしてみようかなと思います まあ何回か、まあそんなにね、ビーズってね、あの、テレビ出ないし、僕が出たことあるのは、テレビで言うと、フジテレビの夜のヒットスタジオに1回か2回くらいと、あとはだからミュージックステーションは何回か出させていただいてますけども、一番最初の頃とかはまだそんなに売れてなかったんで、大部屋なんですよね、楽屋が。自分たちの部屋じゃなくて、なんかいろんな人が入ってる部屋。 に、バーって入れられるっていうのかなまあそこを使わせていただいてるわけなんですけども。そうするとですね、その時にですね、隣に、光源氏の人とかいるんですよね。なんでなんか知らないけど、光源氏の人と、あ、そうだそうだ、ヘアメイクの人が光源氏もやってて、ビーズもやってたんですよ。なんで、そのいろいろ紹介してもらって、なんで光源氏の人たちといろいろ仲良くなって、僕だから諸星君と話したりとかなんか。まあね、彼らもね、だからアイドルとかはいえね、いろいろやっぱり音楽好きなんで、いろんな話とかんで、あの、したりしましたけども。 その時にだからその光源氏の大沢君とかとその松本さんが後に仲良くなったみたいなのもそこから始まったりとかっていうのがあると思いますが、それがまあ最初の頃の覚えてるんですけども、ミュージックステーションとかはね、あれ全部生なんでね、 もう9時になったらもう笑あの泣いても笑ってももう終わってるぞっていうのがあるんですごい楽なんですけどもねフジテレビの夜の人スタジオとかだともう録画なんでねいろいろ問題があるともう一回撮り直したりとかなんだかんだでいつ終わるか分かんないんですけども生放送っていうのは本当にそういう風な部分っていうのはまあ気楽っちゃ気楽だけどもまあ間違えれないとかねまあそういう緊張感っていうのはすごいあるわけなんですけども。あれもそんなに大きいいっていうか まあ、いろんなアーティストが出るじゃないですか。あのステージ、あれ自体が全部下に車がついてて出し入れするんですよね。ワンアーティストごとに。今でもそうだと思うんですけども、タモリさんと話をしてる間とか CM の間、その時に終わった人たちのステージ、それがだから、えっと、分化質地になってて、いくつかのなんか山台みたいなやつがこう、人力でこうやってバーっと押していくんですよね。で、それで出たらまた次のやつがバーって入れてって、だからそこの出入り口のところってのはもう本当戦争みたいな感じで、 もう大騒ぎになってて、変に、あの、うろうろしてるともう引き殺されるぞ、みたいな。だから絶対こっから向こうは行かないでください、みたいな、なんかそういう風うなのは僕らにはありましたけども。で、それで、PA の線とか、照明の線とかも、だからその場で外してその場でつけるっていう、もう本当になんからそれも間違えれないしっていうね。基本的には、えっと、リハーサルが、 まずリハーサルっていうのがあって、その後にカメリハっていう、そのカメラとかも本番と同じような動きになってっていうのでやって、その後がもう本番なんですよね。だから全部で3回やればいいだけの話なんですけども、まあだから昼過ぎに入って、8時から撮り始めるみたいな感じ。なんでまあ間がまあ必ずまあ2、3時間空く、空くっていう感じなんですけども、そこで台本とかも見せてもらえるんで,で、まあそうすると、どこのカメラがここの歌詞の場所はこういう風に映すぞみたいな、そういう風なのも書いてあって、フジテレビの、あの、 ヒットスタジオの時は割とそれがだからとカメリ派の時と本番の時で結構変わったりとかするんですけどもおそらくだからその生放送っていうのもあるんだと思うんですけども台本通りなんですよね必ずなんでまあそれはだから1回目の時にあの学習したんですけどもあ全部台本通りなんだと思って。 でそうすると2回目とかになるともうそれが分かってくるんで,でそうするとまあ基本的には右からのカメラと左からのカメラとあとはな引きの穴上からこうやるやつと大体いい基本的にはその3つだったのかなあの頃はね。このの右からのやつでいくと 稲葉さん真ん中にいて、松本さんこっちで僕こっち側じゃないですか。えっ、ー、と、だから僕がだから下手で、松本さん上てなわけじゃないですか。そうすると、まあこっちから見て右側のカメラからこうやると稲葉さんと松本さんが映るわけですよ。左側のカメラの時は、稲葉さん映ってて、その後ろに僕が映るんですよね。で、その歌詞の部分のど、どのカメラを使ってるのかっていうのは、その、その時撮ってるカメラが、ランプがつくんですよ、赤いランプが。 なんで、それを見てると、どこから撮ってるのかっていうのは全部まあ、台本見てもわかるんですけども、まあ、それを見ると、えー、自分が映ってるか映ってないかがわかるんですよね。で、そうすると、自分が映ってる時だけ、ものすごい派手なアクションをしたりとか、なんかちょっと印象的なことをしたりとかっていうのをしてですね、映ってない時にね、やっても意味ないですから。 なんで、まあ、この二つが付いてないときは、この弾きっていう上からこうやってるやつなんで、まあ、その時はまあ、映ってるって感じがあるんですけども、その辺ね、なんかね、いろいろメリハリをつけてやってたりとまあ、基本的には、あの、歌以外は全部カラオケなんで、ギターとかは、あの、松本さんとかは、まあ、最初の頃だからカラオケできたけども、最初のうちは、まずソロだけはなんか、その場で弾くみたいなパターンから、最終的にバッキングもだから、ギターは生でやる。でも ベースとかは僕がやってる範囲でもう全部あのカラオケだったんで、俗に言う当てぶりってやつなんですけども、僕当てぶり、あのむちゃくちゃ上手なんで、絶対にわかんないですけども <laughs>、一回あのエアロスミスと同じ日に出たことがあるんですよね、もうだいぶ後の方だと思うんですけども、その時んかそのエアロスミスと出会ったのは、今はね、なんかあのビ z のメンバーとかねエアロスミスと仲いいみたいですけども、僕の頃とか、そういうの全然なくて、単なる憧れだったんですけども、その頃に、そのマネージャーの人、 で、いろんなそういうガイタレの人たちと、友達なんだっただから、もうロイングストーンズのロングウッドとかももう友達だってうもう豪語したっていうか、まあ本当なんですけども、そういうマネージャーのやつがいてですね、本当にもうなんか名前忘れちゃったんでごめんなさいって感じなんですけども、エアロスミスと同じ日に出た時、まあ一回そのリハーサルの時にね、なんかあの、廊下ですれ違って、ふんに、わーとかって見てたんですけども、その時に、まあ楽屋帰って、 で、そのマネージャーにですね、稲葉さんがですねえ、お前、あの、スティーブン・タイラーと友達なんだってな、とかっつって、あ、そうだよ、とかさ、えー、だったら、連れてこいよ、ここに、とかっつって。で、ええー、とかっつって、ね、基本的にはだってね、日本のアーティストとね、アメリカのアーティストね、こっち憧れてますからね、まあ、こっちからこう、表敬表門、訪問するってことは、まあね許、許していただければや,やるけどもで、呼びつけるなんてことはありえないじゃないですか。なんだけども、なんか <laughs>、まあ、半分冗談みたいな感じで、えー、だって友達なんだろう、呼んでこいよ、とかって言って。 でえー、そんなーって言ったら「あできないんだ」えー「え本当は友達じゃないんだろう」「嘘だろう」う「つきだ嘘つきだ」嘘つきだとかっつってなんかそうやってなんかこう茶化してたんですよねそしたらマネージャーのやつが「あじゃあ連れてくる」とかっつって出てったんですよで「本当に連れてきたのねスティーブン・タイラーを」でバンとて開けて「連れてきたよ」とかっつってもうそんなの絶対信じられないから「えっ?」て見たら本当に来たんだよねなんかでみんな「うわー って思って、それで、まあ、会いたかったから、最初にだから稲葉さんか松本さんかな、なんか、どっちかが挨拶して、どっちかが挨拶して、3番目に僕が挨拶していただけてですね。その時にこう、立って、その時割とこう、僕172センチなんですけども、結構顔を上向かないと合わないぐらい、まあだからきっとね、180ぐらいありますよね、あの人。 でその時は内室ミューチュミーチューブぐらいしか言えないんですけども、その時に僕がすげえ思ったのが、スティーブンタイラーってすごい口大きいイメージあるじゃないですか。なんですけども、あこの人口大きいんじゃなくて顔小さいんだって思って、だから口は普通の大きさで顔がものすごい小さいんですよね。ああそうってねそういうなんか不謹慎なことを思ったのをすごい覚えてますけども、まあなんかねそんな感じのことでねもうそのミュージックステーションの楽屋といえばねそれがもう そのスティーブン・タイラーと握手したっていうのが <laughs> ものすごい覚えててもうこの話をしようかなとかって思ったりしましたはいそんな感じですはいエクソジジチャンネルでしたありがとうございました この話がですね。ね面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね、1000人超えるとなんか色々といいことが起こるので <laughs>、なんかぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく、えー。もしこの動画を気に入ってくれた方は、ぜ、え、ひ、ー、チャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。